ポジティブカフェこの取り組みはですね、女性情報プラザが、初めてで、こうし、市民団体の方々ですとか、そういった方々と、ざっくばらにといいますか、その方々が考える感じる課題、女性に関する課題を、どうやって解決していくかということを、共に意見交換をして考えていこうという取り組みが、このポジティブカフェになります。今日は今回市民共同除染の今とこれからというテーマでしたので、具体的に地域の除染あるいは線量測定の活動に取り組まれている方々、そういった方々からの視点で感じている課題、そういったところを共有し合ってどう解決していくかということを話し合ったというふうに思います。今日の中でいろいろと課題も出たので、それをまず整理して次につなげていきたいし、今日あと仮置き場という話もあったんですが、そういったところも踏まえてまた今日のメンバーあるいは地域の方々ももっと踏まえてやっていきたいなと思います。こうそれぞれが自分たちの町だけで精一杯になっているところがすごく大きくあると思うんですよ。なのでその僕からすればそのどうしても南相馬市での課題っていうところしか見えていないところが大きいですし、その中でその福島市ではこういう状況があった、その中でこういうふうにして解決してきた、そういうのを知ることがその今後同じ課題が南相馬であったり自分がいる周辺で起きた時の解決の時はこっちではこういうやり方をやったっていう情報があるのとないのでは全然違うと思うんですよ。だからそういった意味では本当にこういう情報を共有していくこと、あと他にその行政とこううまく、僕らも比較的いい関係は作れているとは思うんですけれども、なかなか完全ではないですし、そういった行政同士が横の連携を取るようになったり、ボランティア同士が横の連携を取るようになったりっていう、そういう可能性の一つはそのちょっと見出せたところがすごく良かったと思いますね。僕自身はどうしてもその現状 の不安を解消するためにはやはり除染だとは思うんですけれども、現状の不安をなくすことも一つの車輪ですし、その未来への希望、その今までとは違うちょっと新しい面白いことであるとか、そういうことをやっていくのももう一つの車輪になると思っています。それによってよりみんなが前に進みやすくなると思いますので、そういうところはなんとかみんなと協力しながらやっていけたらと思います。